はいどうも、キムちゃんズのあやかでーす。チャンネル登録よろしくねー。はい、今回はリクエスト回でございます。XG のマスカラかなを、見ていきます。オフィシャルミュージックビデオということで、セカンドシングルなんですね。はい、私ちょっとごめんなさい、順を追って見れていないので、ちょっとそこのね、ストーリー性とかごめんなさい、多分こう汲み取れてないかなとは思うんですけど、ちょっとまあリクエストが多い順で見ていこうと思います。はい、もうすぐだからこのセカンドシングルを発売してからもう1年が経つっていうことなのでね、その時からどん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 実力が上がっていらっしゃるのはもう想像つくし、今の方がもっと爆発的なあのパフォーマンスをしてるんだろうなっていうのは想像つくんですけど、まあこの時の MV に絶対意味があって、あのストーリーがあってね、あの発表されてると思うので、それをちょっと今日は見ていきますね。 XG の良さはいろいろあると思うし、いろんな視点で話せば、こう視点が変わればね、あの語るべきところが変わってくるとは思うんですけど、私個人的に一番いいなって思うのはアイドルっていう枠ではないことじゃないかなと思ってて、あのアイドルっていうのも好きなんですけど、アイドルだからアイドルらしいこうパフォーマンスをしたりとか、アイドルなんだけどもうアイドルとは言えないぐらいの圧巻のパフォーマンスをするっていうのも好きなんですけど、あくまでもこう一アーティストとして活動した時にどういう表現になるかっていうのも一つ楽しいので、そうですね、こういわゆる日本で活動する方のアイドル味とはまた違った、まあ欧米感ですけれども、まあ、K-POP も入ってるけど、まあ、欧米感を感じられる日本人のアーティストの方がこうそれを体現してるっていうことがやっぱり感慨深いとは思います、ビジネス的に考えた時にね。でまあ好みか好みじゃないかの話に最後なってくるとは思うんですけど、私はですけど、日本といえば可愛い文化とかアイドル文化とかアニソン文化とか、外国からね、あの見た時にそれが結構表立つと思うんですけど、それだけだとまあなんか偏ってるっていうか悲しいので、なんか他にもこういういろんなジャンルがあるよっていうところを見せていけることが嬉しいし、それを担ってるなって思いますね。 XG はね、まあアジアも担ってるし、日本も担ってるし、まあもちろん世界もですけど、なんかいろんな可能性を感じるっていうので最近は見てます。だから音楽って好みじゃないはあるんですけど、可能性を感じる、まあ、可能性って言って何って話し出すとまた奥が深い、ちょっと哲学的な価値観の持ち主なので私ちょっとめんどくさい時あるんですけど、自分で自分のことね。まあまあまあ、はい、まあランキングに入るとかね、あのアメリカのチャートですごくこう上位に入るとか、なんかいろいろ目標ってあると思うんですけど、グラミー取るとかね、そういう意味では可能性をすごく感じるっていうことが言いたかったですね。はい、そして欧米圏で今ダンスグループっていうのがものすごく熱いかって言われると多分そうじゃないですよね、きっと。なんかソロの方が多いようなイメージなんですけど、どうなんだろうな。まあいろんな人いるとは思うんですけど、なんかこう日本とか韓国ほどダンスグループ、大人数のグループが主流ってわけでは多分ないと思うので、そういう意味ではね、やっぱ隙間入っていけるよねとは思いますよね。じゃあ見ていきましょうか。セカンドシングル。まあちょっとね、まさかのデビュー曲まだ聞いてないので、あんまり深掘りできないんだろうなって自分でも思うんですけど、まあ単純にこの曲を聴いていきたいと思います。いきます。せーの、スタート。もう最初からあれやね、こう虜にする系やね、こういうリズムね、もうみんなしゃーないリズムやね。おう、メロディーアスになった、そうくるんや。あ、いいね。これが、いわゆるサビなのかな？いい。キャッチーじゃないメロディーだなと思ってからのキャッチーさがすごいね。ちょっと後で言いますけど。
かわいい。ラップうまいよな。ラップって結構誰でもできることじゃないと思うんだよね。ここ好き。あの B メロンっぽいとこ。ブリッジかな。こんな可愛らしい顔してこれされるとちょっとびっくりするよね。ほんで日本人ってことはほんまに忘れるな。スタイリングもやし、実力もやし、曲もやし。こんなん待ち望んでた人絶対いっぱいおるやんっていう。抜きもあるよ、メロディー。残るな、サビ。すごいわ。リズムが残る、まず。マスカラ。なるほど。思ってた以上やったかな。オッケー、終わりました。XG の曲の構成の持ってき方はちょっと分かってきた。あのまず最初は一番最初のイントロとかね、つかみとかに関してはものすっごい引きつけるのよ、人をね。でその後 A メロはキャッチーさから外すのよ、わざと。わざとかっこよさを極めたりとか、ちょっとこう予想つかへんメロディーにしたりとか、まあマスカラに限らずの話なんですけど。で B メロでメロディアスとかキャッチーなんきて、サビでめちゃくちゃキャッチーで耳に残るリズム使ってっていう構成があって、で、意外性がある、抜きのある C メロみたいなんとか、まあ、メロディーが来て、で、またサビ、ね、あの、中毒性のあるサビに戻るっていうのが、まず特徴かなと。もちろんそれを外してくることも全然あると思うんですけど、私が見た中では、それがまず XG の曲作りの特徴だなと、はい、思いました。で、それをするということは、それに合った歌い方を全員しなあかんわけで、それが難しいと思うんだけど、だから色がいろいろ変わっていく曲であればあるほど表現力が多彩じゃないといけないんですよね。まあ当たり前だと思うんですけど、なんかこう、同じ仕事してても、同じ事務の仕事を例えばしてても、いろいろやることあるじゃないですか。で、いろいろできる方がやっぱり重宝されるじゃないですか。それと一緒で、やっぱり一つ、ポップス歌うって言ってもいろんなジャンルが歌えたり表現できたり踊れたりする方が重宝されるね。そして重宝されるということはよりプロフェッショナルになっていくということなんですけど、それをすごく感じる曲でしたね。まあ毎回そう思ってたんですけど、まあ3回目なんで今回さすがにそうやなっていうのを感じたっていうのと、日本人のラップってやっぱ難しくて、多分言語的に難しいのと、リズム感的に日本人のリズム感がものすごく独特なので、日本人、現代の日本人の話っていうよりは日本の今までの文化を考えたら欧米とかの人のリズムとは全く逆を行くようなリズムなので、まあ独特なんですよ本当に。だからそのリズム感を持って生まれた私たち世代ぐらいまでかなとしては、ラップって結構難しいイメージがあって、もちろん好きでね、ラップにすごい精通してる方はもちろんたくさんいらっしゃるけど、まあ普通に生きててっていうか、ラップに特にこう大きく触れずに生きてると、ラップ得意ですっていう人は少ないと思うんですよね。歌は得意ですっていう人は多くても、ラップ得意ですっていう人は急にグンって減ると思うんですよ。ラップ人口少ないっていうやつね。なんでかっていうと、やっぱ難し
そもそも日本のリズムじゃないから、そもそものラップの始まりはもちろんフォークとかそういうこう弾き語りみたいな、なんか日本の独特のラップみたいなのもありますけど、それは話じゃなくて、まあいわゆるラップですよね、ヒップホップとかのラップね、はやっぱり日本人が歌うとちゃうねんけどなみたいなリズムになってしまう時が多いし、いざ歌ってって言われた時にほんまに歌えてるかって言われて難しい問題やなってちょっと思ってて、プロの方はまあね皆さんすごいなと思って見てますけど、それでもやっぱりこう日本語でラップをする難しさとか、日本人が英語にしたところで英語でラップするネイティブじゃないところの難しさとか、なんかいろいろ感じてはいたんですけど、女子の日本人アーティストでラップ、しかもこれ全員ラップ上手くない？ラップっていうかラップっぽい歌い方もうまいし、ラップもうまいし、メロディーやねんけど、まあ主旋律普通のメロディーラインやけど、なんかそれがラップっぽく歌うところもうまいし、アイユーちゃん多分それめっちゃうまいと思うんですけど、韓国人のアーティストの方ね、もうほんまにびっくりします。まあ今回これね日本語ではないですけど、本当にうまいねうまいねで片付けたらあかんなと思いながら、すげえなと思って見てましたね。日本人やと20のリマちゃんがやっぱりラップうまいなと思って、しかも彼女の場合日本語やからマジすげえと思って、いつもえっと思っていつも見てるんですけど、ほんまにうまいなって、あとかっこいい何よりと思って見てるんですけど、 XG もねみんな全員ラップしてもかっこいいと思うし、違和感がない、そうそう違和感がない、まあね英語ネイティブじゃないけど、私はそこの話じゃなくてリズム感とかで違和感がないので、ぜひね生で歌ってるとこ見れたら一番感動すると思います。なんかすごいそこを見てましたね今回。あとは前ね言ったかもしれないんですけど、女性が憧れそうな感じ、女の子ね、今ティーンズの子たちがすごい憧れそうな強さとかしなやかさとか可愛らしさとかを持ってる、まあ芯のあるね感じを演出してるのもあるし、実際あると思うし、それがすごいヒットする一つのやっぱ要因と、それはどの時代でもそうちゃうかな、特に、まあ、男性もそうやけど特に女性は強い女性っていうのは憧れの象徴にやっぱなると思うんですよね。だからそれもまあそのビジネス的にそこもまあ視野に入れてやってると思うんですけど、彼女たちのメンタルの強さとか集中力の半端なさとかがまあ芯のあるね女性につながってくると思うんですけど、自分の意見をちゃんとこう保つとかね、流されないようにするとか、いろんな意図っていうかこうメッセージがあると思うんですけど、そういうのもあるからやっぱ若い子に憧れられるっていうのはちょっとまず一番大きいかなとはちょっと思いますね。可愛いってだけじゃなくて内面から出る美しさみたいな、すごいね、ほんまに日本人っていうことをちょっと忘れるっていうことが一番自分の中ではヒットです。ヒットしてる感じ、あーこれ日本人やったよなそういえばみたいな、日本語英語じゃないよなと思いながら、それがすごいなと思って見てました。で、あと見てないのはデビュー曲かな。デビュー曲最初に見るやった感じやねんけど、ちょっとね新しい順で見たくて結構新しいの見ちゃってたんですけど、デビュー曲をね次見れたら見たいと思いますので、よかったらその時もお付き合いいただければと思います。ここまでのクオリティだと今後どうなるのかなっていうのが一つあれかも、期待と、あとは、まあ、ちょっと不安っていうか、あまりにもクオリティ高いと逆にどこまで目指すみたいな不安ってないですか、応援するときに。それもちょっとあるから、あまりにもすごすぎてね、なんかちょっといろいろ思うことがありますけど、まあ、人それぞれあると思うんですけど、このクオリティを一体どこまで上げていって目指す先はどこなのか、まあ、なんとなくは伝わってますけど、もちろんそれはね引き続きドキュメンタリーの方で追っていけたらなと思いますので、そちらもよかったらお付き合いください。ということで、もし一緒に楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。